はい、どうも。ということでね、こちら、カーテン届きました。ありがとうございます。ね、僕ら、与えられし。そうね、ほんとに。エグゾディア的なとこあるからね。知らないか、わかるよ、エグゾディア。5つ揃ったら勝てるみたいな。今、2つパーツ揃って。待って、エグゾディア、開けていいっすか？そうそう、でかいね。これさ、サイズ聞かれてさ、俺らさ、やめよう、その話。ちょっと、とりあえず合うかどうか。いや、合うかどうか確認しなきゃいけないんだよ、今。その恐怖すごくない？え、これマジカーテン？カーテン。それは間違いない。何書いてあった？やったら。あ、なんか書いてあります。これ先に読みましょう。はい。すげえ。ちょっと待って。水溜りボンド、メイン50万人、サブ10万人突破おめでとうございます。それが映ってなかったから何の音かと思った。そういうことでね。やったな。叩いてもらったもん。防音って書いてあります。いいね。最近騒音がすごいらしい、っていうの入ってた。俺らがすっごい心臓嫌だったから今も落としたけど、ドアガシャッと閉める音がすんの、隣のあの、この内側のドア、ね、今したね、うん、その程度聞こえるってことだね。嫌だった。今もしたよな、ガチャって、うん、でも声は聞こえたことないじゃん。ああ、うん、もうよくわかんないけどな。まあ、大丈夫か。でも俺ら以外うるさかったことないよね、うん、俺らの部屋でいてさ、うん、騒音すごいなって思った最近。いや、どうもらっか。俺らじゃね。いや、わかんない。これ早くつけよう。つけよう。なんか、棒が入ってます。これ、夢だったわ、これ。あ、だってそっちからつけた方がいいのか。うん、第1弾下打つなって。擦れてるよ。擦れてるよ。擦れてる話すんな今。いや、擦れてるぐらいがいいって聞いたことあるよ。誰に？誰かな。いや、嘘。嘘じゃん。それそっちで合ってんかな。永遠の謎だよな。え、どうだっけ。あんないっす。なんか違うぞみたいな。カーテンって外向きな気もするしな。なんか内側から見るものじゃないけど、カーテンの正解は全然わかんないな、うん、説明書入ってなかったな。生活感がいいね。うん。私はな、なんで。いや、下の方か。いや、下の方もそうだし、こうやって手でこうやってもらったものにちょっと違うっていう。違う、そうじゃなくて、俺らがサイズ聞かれた時ちゃんとしなかったせいだ、これは。でも、すごいいいよね。オーダーメイドらしいね。だから、オーダーメイドなのに、俺ら、地図が2個分だから、だいたい、あの、巨大な地図。紙2枚分ってやってた。でも、すごくいいですよ。見てください、これ。素晴らしい。これからこの部屋でね、生活していきますよ。うん、これとこれね、色がやっぱね、両方いいね。水溜りボンドを考えてくれてますね。はい、ね、まあ家具紹介でした。はーい、はーい、じゃあまた今度。